千を数シリーズは、東宝が制作した、吸血鬼が登場する、特撮恐怖映画の総称である。千を数三部作とも称される。山本道夫が監督を務めた、吸血鬼を題材とする怪奇映画シリーズ。従来的な吸血鬼映画にとらわれず、西洋的な怪奇映画に、日本的な怪談の要素を加えている点が、特徴である。山本は、ショッカー映画を試行しており、 アルフレッド・ヒッチコック作品からの影響も見られる。また、当初の山本は、精神病院を舞台とした心理サスペンスを構想しており、血を吸う人形での医師の心の闇や、血を吸うバラでの精神病院に遊兵された男などは、この企画に対する山本の心残りの現れとされる。東方プロデューサーの田中文雄は、活劇性を重視したと述べている。 書籍、ゴジラ画法では、ハマープロによる、吸血鬼映画へのオマージュが込められていると評している。千代数目千代バラで、吸血鬼役を演じた、岸田森は両作品の演技が高く評価されたことから、吸血鬼俳優とも称され、本シリーズは、彼の代表作に挙げられる。田中によれば、岡田真美も候補に挙がっていた。 2005年4月28日に東宝ビデオより3作を収録した DVD ボックス、千を数箱が発売された。端巻も同時発売。ありがとうございます。